通常授業が始まった札幌市の小学校では、玄関の前で校長先生らが子どもたちの健康状態が書かれた用紙をチェックしています。札幌市内の小学校の玄関前には、距離を取るために置かれたポールに合わせて子どもたちが列を作りました。今日から通常授業が再開されたのは、札幌市立の小中学校およそ300校です。4月以降の休校や分散登校などにより、再開はおよそ2ヶ月ぶりです。授業の遅れを取り戻すため、札幌市では小中学校の夏休みの開始がおよそ2週間繰り下げられます。一方、新学期になって初めて学生が登校した釧路高専では、感染防止対策として学校職員が作成したフェイスシールドが配られました。ついてる感じとしてはそんなになんか悪くなくて、なんかこれで守れるならいいなっていう感じですね。フェイスシールドは狭い空間に人が集まる実験の実習など、いわゆる3密が避けられない授業で早速使われていました。